幻想水デ伝つむがれし100年の時は、コナミより2012年2月9日に発売された、プレイステーションポータブル用、コンピュータ RPG 作品である。キャッチコピーは、求めるのは、秩序か、自由か。幻想水デ伝シリーズでは、前作、幻想水デ伝ティアクライス以来3年2ヶ月振りの、完全新作である。前作と同様に、旧シリーズの世界観とは異なる。 100年周期でテラスファルマと呼ばれる怪物が現れ、すべてを喰らい尽くして増殖していく。テラスファルマに対抗するために建国されたアイオニア成功国はテラスファルマ対策を名目に周辺地域へ重い負担と従属を強いていた。今年は成功歴300年テラスファルマの現れる都市である。すでにアイオニアから独立していた周辺地域はアイオニアの力を頼らずに 自分たちで土地を守るべく準備を整えていた。テルベの里の若者、主人公、ミュラ、ジーノの三人も日々修行に明け暮れていたが、その最中テラスファルマの先兵と接触する。なすすべなく里の近くの砦の遺跡に逃げ込んだ。主人公たちは、謎の少年ゼホンと出会い、100年前へと飛ばされる。前述の通り、前作と同様に、旧シリーズの世界観とは異なる。 100万世界という用語自体は前作と共通しているが、その捉え方は前作の複数の並行して存在する別世界と異なり、今作では過去に干渉することで生まれる複数の可能性となっている。現代の人々には知識として伝えられていないが、300年前に2つの大陸を支配する大帝国があり、大帝国と戦う100人ほどの宿星と呼ばれる。 人々がいた。帝国は圧倒的な力を持つ宿星を研究した結果、その根源は真の時代樹にあると突き止めた。帝国も真の時代樹の力を利用しようと研究したが、注ぎ込んだ力が無限に増殖し、テラスファルマが誕生したとされる。テラスファルマに世界が滅ぼされていく中、賢者たちが生き残った人々を守るために結界を張ったというのが、 世界の真実である。結界を維持するため、100年に一度弱まる結界から侵入するテラスファルマに対抗するために、アイオニア製広告が建国された。主人公グンテルベの里近くの湖の砦を本拠地とする。もとは100年前の英雄、トルワドがテラスファルマ迎撃の拠点として使用した砦であり、現代でも、 トルワドと同じテルベノサトの若者たちが中心となって、仲間が集まった。軍団名や砦の名前はゲーム中で、プレイヤーが任意で名付けることとなる。アイオニア成功国300年前に、テラスファルマ迎撃を名目に建国された国家で、代々成功。レネフェリアスが治めており、東大は13世。首都は、コートタクシスで、中枢の宮殿は、シンラグーと呼ばれる。 聖光国を支える家柄として、最小を務めるルガムや、聖光直属のこの絵部隊である、紅葉騎士団長を務めるザフィールか、弓の名家として知られるリュイスか、名門貴族のランセス系などが存在する。軍隊は、エダ団と呼ばれる四つの部隊に分かれており、総帥のダムディーンが率いる第一師団は、水上の移動要塞である、トルギアの浮城を管理する。クイネリアリュイス率いる、 第2師団は、アクテリスを本拠とし、首都南西部の防衛を担う。ディロムランチェス率いる、第3師団は北部を担当、第4栄打団は東部を担当するが、部隊の詳細は不明。内政においては、最小を務めるルガムの指揮下に、官僚集団、岩の根があり、この集団を支える、長方、暴力集団として、チム氏という集団が存在している。 テラスファルマ迎撃のためなら、手段を選ばず、その独善的とも言える姿勢は、周辺地域からは忌み嫌われている。もともとは、テラスファルマと結界の事実を周知して、結束を訴えていたが、周辺地域の独立を機に、その事実を隠蔽。古い知識の記された書物を回収しており、そのための強行手段で、村が滅びるなどの事件も起きている。前述の通り人々を、 テラスファルマという脅威から守ることを存在意義として建国されたが、徐々にその姿勢は、テラスファルマを名目として、世界の秩序を守ることへに固執するようになる。真の時代樹の活性化によって、テラスファルマが消滅するようになるとテラスファルマを養殖し、そのテラスファルマを自ら放って討伐する自作自演で、秩序維持を図るようになる。テラスファルマの養殖は、各時代を通じて、 英知の館と呼ばれる研究施設で行われているが、成功国内でも限られた人物しか、その事実を知らされていない。成功歴280年頃には、施設から逃げ出したテラスファルマが、近隣のマルティリオンを襲撃する事件が、発生しているが、時期外れのテラスファルマの襲来により機密漏洩を、恐れた、成功国によって、テラスファルマもろともマルティリオンを焼き払って隠蔽が、 図られた。赤きオノダとアイオニア成功国をお旗に掲げたテロリスト集団。成功歴280年のマルティリオンの事件が発足のきっかけであり、悪の数軸であるアイオニアという悪の根を立つことを掲げている。シリーズでは初めてシンボルエンカウントが採用されている。また、素早さの値に応じたウェイト時間で行動が回ってくるシステムに変わっている。 主人公は、剣士、ミ三ラは、魔術師、ジーノは、魔石職人といった具合に職業が与えられている。同じ職業のキャラクター同士は技を教え合うことができ、過去の人物から技を学ぶことも可能。非戦闘員はイベントで技を伝承されるが、戦闘員は、連携が必要。なお、現代の仲間には、最初から使える、メイン職業の他に、条件を満たすと使える、 サブ職業も存在する。キャラクター同士を戦闘中に連続して行動させる。連携設定したメンバーで同じターゲットに連続攻撃を仕掛けるとダメージがアップするなどの効果が得られる。特定の組み合わせで連携設定をしておくと戦闘中の能力アップなどの効果が得られるほか、同じ職業で連携すると習得していない技を学習できる。主人公軍。 アイオニア西広国赤きオのその他テラスファルマ、迎撃戦では、アイオニア本国とは別に、トルワドを中心とした、北東部の湖の鳥で、ベルニケを中心とした西部のディオス鳥でが中心となった。ア行か行作業待機な行破行魔行,行や行ら行和行、テラスファルマ迎撃戦は、アイオニア西広国を中心に行われ、南西部はアストリットが率いるゼフテロス鳥でが中心となった。 アイオニア建国後初めての迎撃戦となったため、準備は万端に整えられたが、簡単に迎撃できたことで民衆の危機感は軽減されてしまい、アイオニアからの独立を促したとの見方がある。ア行加行作業帯域な行派行魔行や行ら行。ありがとうございます。